ング TV でーす。本日はですね、以前、ビューホゲッチャーのプライズ品の G マテリアっていうのかな、 G マテリアのこちら、ストーンご飯、こちらのご飯になるんですけどね、パーってやるね、この部分ガンダムのパーツを組み立てるみたいな感じになってて、すごい楽しかったイメージがあります。本日はこちらG マテリアシリーズのストーンご飯のリペイント品を紹介したいと思います。購入して結構長い月日が経って、どんな商品だったかちょっと覚えてないんですけども、こちらのリペイント品を開封して一緒に見ていきたいと思います。ではレッツゴー。こちらの箱の中にストーンご飯のリペイント品が入っております。中はおーこんな感じですね。はい、こうやって箱もありますよと。はい、おーおー、これが体、毎度のことなんですけども、いつもね、こうやってリペイント品を送ってくださる出品者さんは梱包が丁寧なんですよ、めちゃめちゃ。ちょっとこれ開けますか、いいですか。あ、こうやって開けますよと。こっちもじゃあ開けていきますよ。リペイント品の、お、クラッド、これリペイント品ですよ。プライズ品はここちょっと青くなってるんですよ、この光線の色みたいな。でもここはちゃんと光線の色じゃなくて手の色になってますね。実際比べてみないとすごさわからないよね。比べてやっと、あ、リペイント品と全然違うわっていうの気づくと思うんで、さすがリペイント品やっぱリアルになるよね。これもしかして今回こちら光線外してますね。これ光線というか、あのエフェクト、多分エフェクトがない状態になってんのかな。じゃあこちらご飯のね、顔かな、開け夢の扉。うわー、これはやばい、これはやばいね、これはすごいわ、この顔は。で、このご飯をこっちにガッシャーンすると、ガッシャーン、うーわ、こんな感じですね、カーみたいな。え、ちょっと待って、これ台座ないんでしょ。した台座は多分この中に入ってますね。そうそう、おー、はいはい、ありましたありました、こちら台座ね。ってことはやっぱりエフェクトがないっすね。つまりこれで完成ですね。こちらで完成になります。はい、来たよね。並べて見比べていきたいと思います。左側がね、リペイント前、こちら右側がリペイント後ね。リペイントの方にはね、先ほども言ったようにこちら硬派みたいな、このカメハメハのエフェクトがない状態になりますね。はい、じゃあ早速2体比べていきたいと思います。この紫が、リペイント前の紫が色がチャッチー感じするんですよ。こちらね、やっぱなんか重いんすよね、色が重い。あとこれ見てください、この破けた部分、破けた部分、こちら一緒なんですよ、同じ紫のやつ。この破けた部分が気候、あの色を表してるんですよ。はーって光り輝いてるみたいな感じでね。プライズ品はこの気候波、ハメハメハ出した時の光の色が手に映ってるよみたいな多い感じに見えるんですけども、こちらはね、もうそのまんまの色を使ってますね。気候波どうやってくっつけてんの、これ。これ気候波外せるんだね。こちらのプライズ品も全然かっこいいんですけど、やっぱこう見ると、まあ、肌の色がよりリアルな色、肌の色してますよね。で、まあ、決定的な違い、血が流れてないわけですよ。もうこの顔もいいね。うん、この顔もいいけど。ほら、もう傷を負って、ここの腕、腕見ても血はないじゃないですか。ここ見て、血が垂れてるわけですよ。これ、血ね。うわ、リアルだわ、これ。あのシーンね。あ、セルと戦った時のシーン、はい、親子カメハメハやね。後ろに悟空を置きたいもん。うわー、なるほどね。で、髪の毛も染めてますね。明るい系の黄色だけど、ここちょっと暗い。この時ってご飯、左腕がもうベジータは変わって怪我して使えない状態になってるんですよね、多分左腕が。ペイントがないやつだったら、うん、怪我してるのかなみたいな、うん、ちょっと分かりづらいなと思うけど、ここ見て、ここまで血流れてると、あ、これは左腕負傷してるなって分かりますよね。で、あと靴も違うのかな、靴の色も違う。こっちが明るい系のチョコレートみたいな、こっちはダークチョコレートみたいな、あの無糖派みたいな感じになりますね。あ、そうだ、帯がこっちブルーになってるんですけど、てこれ赤、ちゃんと原作通りのピッコロさんの、あ、ピッコロさんこんな色だったよね。あ、違うか、赤じゃないか、ピッコロは。あれ、ピッコロの帯って青でしたっけ。え、赤がピンときてるんだけど、帯の色違いますね。やっぱりね、もうさっきも言ったように、この洋服のね、はらけた部分が全部青く塗られてる。いや、これがもう気候派の僕は光を洋服に映ってると思っております。こちらご飯のね、ビーチクが見えないのかな、こちらのね、プライズ品のビーチク、まあ薄くて見えないんだけど、ここはね、ちゃんとビーチクをね、保育して見えやすくしてる。いや、これはいかがでしょうか。はい、ということでね、もう少しリペイント品をね、違うアングルで見ていきたいと思います。
い、近くでね、2つ見てもらいましたけれども、いかがだったでしょうか。はい、こちらの2体にね、なりますけれども、リペイントを見て意識が変わったというか、やっぱ今までね、このエフェクトあってなんぼだと思ってたんですよ。このエフェクトがあると何でも映えるなと思ってたんですけど、いや、このリペイント品を見るとエフェクト別にいらないなと思って、これエフェクトただただ場所を取るだけだな、エフェクトなくても映えるやつは映えるんだな、別にエフェクトなくてもいいねってね。で、さらにこの血がね、またいいんだよね、ブラッド血ね。はい。この血がまたいいんだよね。この血を見ることによって、本当に、セルとね、戦ったシーンが蘇りますね。あのシーンが。なんかあったよね。ご飯めっちゃ余裕ぶって。悟空がもう、そろそろとどめを刺すんだみたいな。父さん、まだダメだよみたいな。もっと苦しめなきゃみたいな。うん、もっと苦しめないと、それダメだよみたいななって、まあ、セル爆発したんで、この時、この余裕ぶってるこのご飯もね、うわ、ご飯こんなこと言うんだと思ったんだけどね。懐かしい。今、ふとね、ちょっと蘇りましたね、その記憶が。はい、ということで、皆さんはね、こちら、リペイント品いかがだったでしょうか？もうわかるでしょ、皆さん。だから僕、リペイント品やめられないんですよ、こんなの見たら。もうどう見てもいいやん。どう見ても良くないですか？今考えたら、やっぱご飯の、この帯は、赤でしたね。多分そうだよね。帯、赤だった気がします。はい、ご視聴ありがとうございました。本日もね、またリペイント紹介になりましたけれども、こちらのチャンネルがね、良ければ、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。以上、ジョジョ TV でした。ありがとう！Bye-bye! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.